レックス、コンプレックスですってこう胸を張ってる感じがする。そこがまずもったいないでね、このアイシャドウをちょっと見えといて、ここにさ、なんかつまり横澤の悩みは大きい顔に加え小さい目、カピカピ乾燥肌の横澤夏子、ヒカコメイクで本当にみんなの顔になれるのか。ということでメイクに入るためすっぴんになってもらいます。お待たせしました。大丈夫です。そのよくわかる。さあ女性の皆様、ここからが必見。通常ピカコの